皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はメゾンドフルール1万円企画やってみました。メゾンドフルールで1万1000円以上でノベルティがもらえるということだったので、まぁ、ちょっと1枚オーバーはしてるんですけど、欲しかったものを買ってきたのでノベルティも含め一緒にご紹介していきたいと思います。ご興味のある方はよかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。ではまずちょっと店内の様子をご覧いただきたいなと思うのですが、ちょっとね、残念ながら YouTube 用の横動画じゃなくて縦動画しか撮っていないんですが、まずはそちらをご覧ください。どうぞー。はい、こんな感じで店内すごく可愛いんですが、こちらは3月26日から発売された商品で、ハッピーイースターシリーズということでですね、まあ、イースターはウサギの商品が結構多いかなって思うんですけど、今回はウサギモチーフの商品を購入しました。その中でも支えてウサギさん iPhone ケースというのが SNS で話題になったそうで、こんな感じでいっぱい買ってきました。それがこちらです。一つ目はこちらの iPhone ケースになります。こちらは以前支えてクマさんが人気になったんですが、そのウサギさんバージョン、支えてウサギさんが発売されたということでですね、スマホスタンドの代わりに支えてくれるということで、足がこう曲がるようになってるんですね。でこうやって置けるっていう状況なんですけど、これすごいですよね。立たせることができます。私が今持ってるみたいな感じでこうやって手を入れられるものも販売されてるんですよ。で今思えばそっちを買えばよかったなっていう気もするんですけど、でもね、この新作のギンガムチェックの柄が可愛いので、まあいいとしましょう。とウサちゃんをこう押さえて持つみたいな感じかな。こうやって写真撮るときとかは耳がここに重なっちゃうので、多分垂れ耳みたいになってるのかなと思います。この穴から見える私のおでこ、ちょっと。で私は iPhone11 のケースなんですけど、お値段4719円になります。支えてウサギさんということでですね、スマホだけじゃなくて私も支えてくれる人いないかななんて感じなんですけど、私のことを支えてくれる相手は果たしていつ見つかるのでしょうか。次行きましょう。携帯入れてみます。入れてみるとこんな感じです。めっちゃ可愛い。入れたからといってあんま変わんないけど、可愛さはまあこんな感じですね。可愛くない？今コロナの時期でスマホケースを毎日拭きたいということで、このね拭ける素材にしたんですけど、もうこれちょっと拭けないのでさすがに、まあ、なのでお家で使いたいなと思ってます。これはこんな感じで置いてたら可愛くないですか？いやこれはねちょっと誰かとお揃いにしたいなって感じ。お友達とお揃いにしてもとても可愛いと思うのでおすすめです。続いても今回の新作なんですが、こちらです。これすごい可愛い。インスタで見てめっちゃ可愛いと思って、久しぶりにメゾンドフルールでポーチ買いました。なんかいろいろ買ってはいたんですけど、ポーチは結構一目惚れでパッてこれ可愛いと思ったら買うタイプなんですけど、お値段が3949円になります。で私が行った時はピンクが売り切れだったので、こちらの紫を購入したんですけど、私いつもピンクばかり買うので新鮮でいいかなと思ってこちら買いました。これちょっとねなんかクッション性があります。これすごい可愛いなと思ったのが、見てこれわかるかな、中もウサちゃん柄なんですよ。可愛くない？ここにねミニポケットがあるので、まあ、ちょっとしたものを入れるのにいいですね。やっぱ内ポケット大事ですよね。でこの耳が可愛くて、こういう耳のついてるものやっぱりねイースターらしいし、まあ、イースターじゃなくても全然使えるデザインなんですけど、すごい可愛いと思って買いました。あと私パールが大好きなので、このパールもすごくお気に入りですね。ちょっとクッション性が
があるので、なんかあの Wi-Fi とかモバイルバッテリーとかちょっとなんて言うんだろう、あまり乱暴に扱えないようなちょっと危険なものとかを入れてもクッション性があるので、ポンって置いた時にあまり衝撃がないかなって思いました。で、そしてこの間買うのを迷っていたポーチがまだ売っていたので買いました。ポーチポーチにはなるんですけど、一応こちらはティッシュケースになりますね。ビジューパールリボンティッシュケースということで、こちらは黒もあったんですけど私はピンクを買いました。すごい可愛くて量産型の女の子とかもすごい好きなんじゃないかなって思うデザインなんですけど、私ビジューとかパールが大好きなんです。あとリボンが大好き。ここがティッシュ入れられるようになっています。ティッシュケースメゾンドフレールの持ってるんですけど、これの方がなんか大きい感じがしますね。結構なので入れやすいと思う。ここそして中はね割とシンプルでピンク、一応うちポケットもあるので、まあここも目薬とか常備薬とか入れて、こっちコスメとか入れられるかなと思います。お直しのねパウダーとかも入れられる感じですね。すごい女の子らしくて可愛いデザインになります。リボンがついてるモチーフが私大好きなんですけど、リボンってねもう無敵、可愛すぎるので私は大好きです。そして今回のノベルティがこちら、可愛くないですか。こちらのうさぎちゃんで、スマホケースのうさちゃんの耳がちゃんと立っているバージョンなんですけど、開けますね。これサイズ感もめちゃくちゃ可愛くて、スマホケースとおそろ。ノベルティはこの動画を出してる頃にはちょっとないかもしれないんですが、まあ私の買った購入品をね見ていただけたらなと思います。こちらです。可愛い。座れる感じなのでソファーとかに座らせたりとかベッドとかに置いたら可愛いかなと思うんですけど、このね首のリボンもメゾンドフルールって書いてて、これとおそろなんです。これ超可愛くない？こういうのってあのちっちゃい子とかが喜びそうだなって思います。なんか赤ちゃんとかちょっとぐずり出したらこれ渡したらちょっと喜びそうな感じの、え、ここ見てとかって言って、何を言っているの高校生の私でももう可愛すぎて買ってしまいました。年齢なんて関係ないんですよ、可愛いものを買うのに。でもこのうさぎちゃんめっちゃ可愛くない？あんまり自分でお人形最近買ってなかったなって思うんですけど、これはちょっと可愛すぎるので、いやお部屋可愛くなるよねこれ置いてたら。足にもねこうちゃんとロゴが入っていて、こんな感じです。可愛い。ほんとちょうどいいサイズ感なので、なんかダフィちゃんとかよりはちっちゃめなんですけど、これ可愛いのでどこに飾ろうかな、お部屋紹介で登場してくるかなと思います。はい、というわけで今回はメゾンドフルールの購入品をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったな、可愛いなって思ってもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。またポーチの中身紹介はアップしようと思ってるので、チャンネル登録して待ってていただけたら嬉しいです。またねー、バイバーイ。